市議会議員の川口博史です。今回は、福岡市の交通の基盤整備、以前も話させてもらったんですけれども、再度お話をさせていただきます。というのも、市長選の時、市長が、ちょっと言われた、私は直接聞いてないんですけれども、博多駅の3号線延伸をさらに、福岡空港国際線までというような、新聞記事も出ました。で、唐突だなと、またロープウェイじゃないよねということで、少し、周りの人に聞いたら、いやいや、その他のこともたくさん、都市交通基盤のことを言って、その一つの例で言われたのが、そこだけ、ちょっと強調されたようなイメージになってますねということで、まあ、再度議会で、どういうつもりの発言か、きちんと正してですね、提案もしながらやっていきたいと思います。で、市としては、まあ、局と当局、住宅、都市局がありますけれども、そこではしっかり、説明を果たしていかなければならないと思います。過去には博多駅からベイサイドというベイエリア、これを、ロープウェイどうかと、いや、そこだけの話で考えたらどうなのかと、もっと全体の都市交通、それなら博多駅から、モノレールでドームの方面までとかもありじゃないかと、もう少し、ここだけの話ではなくて、福岡の交通基盤、これお年寄りとか学生とかが使うときに、やっぱ安心して定時で行ける機関、ただ地下鉄はものすごくコストかかるんですよと、でモノレール、景観は悪いけれども、地下鉄よりは安い。または、路面電車といいますか、ライトレールというか、昔でいう路面電車的なもの、またその他にもあると思いますけれども、そういったものをまず格好を作って、人口になりながらしていかなければならない。で、市長が、そういったことで、夢というか、思いを語られたので、しっかりここをですね、やっぱり思いだけでお金は出せませんので、しっかり市の方で、今までそのままにしている、ベイエリアの交通どうするんだとか、高架の交通基盤どうするんだというのをですね、しっかり説明を求めながら、やっぱり数字も出してもらって、難しいとこは難しいとこ、はっきり言うべきだと思います。例えば、博多の森も大変なんだよ、あっちに伸ばせば3号線へ来る車も減るんじゃないかとかですね、アイランドどうだとか、ガンセンターの方できないのかとか、1号線、3号線、上の浜から橋本つなげないのか、いろいろな、意見があります。できないものはやっぱりできない。また、鉄道の効果というのも上げることによってものすごく改善効果。これはかかる費用と別に、やっぱり暮らしが便利になるという視点も大切な視点であります。だからといって、全然合わない事業を突っ込むわけもいきません。人口も先々は減っていく時代、やっぱり今の現状をどれだけ、ちょっとそれは難しいんじゃないかとか、これは考え方とかある程度こう利用するようなことを考えたらできるんじゃないか、そういう議論がですね、来期といいますか新年度予算から始まって、福岡のやっぱ将来をやっぱ語ることができれば、思いつきで建物を作って、交通がどうしようもない、例えば今ちょっと困ってるのは、ね、アイランドの体育館だけど行くの大変よねとかですね、ゲートボール場も岩の市にありますけど、作ったはいいが、あまり使われないよねっていうようなこともあります。やはり交通基盤でたくさんの人が集まる場所は結べる、そういうとこを考えていくとか、ちょっとこれがちぐはぐになった気もするので、そこら辺しっかり考え方を正していきたいなと思います。